川端です。よろしくお願いします。今回はですね、2022年、星雲高校の問題です。三角形 ABC がありまして、角 A が70度です。B から垂線、C から垂線。ぶつかったところをそれぞれ E、D とします。また M は BC の中点です。その時の角 DME、ここの大きさを求めなさいという問題です。ぜひ動画を止めて考えてみてください。はい、ではね、解説していきます。まず、求められる角度はどこかと考えたときに、ここの角がまず求めることできますよね。180度から90度と70度を引いて20度というぐらい出ます。もちろんね、外角の性質で70とこれ足したら90ですからね。この三角形 AB に注目して。なので90-70で20度と出すこともできます。まあ、ここもね、同じように20度と出るわけなんですけれども、ここでですね、ポイントがあるんですけれども、それは何かというとですね、円がポイントなんですね。この図形に、あれ、円なんてないよって思うかもしれないですけどね、円を自分で書いて解く問題になります。直角2つで丸くなる。ぜひ覚えてください。直角2つで丸くなる。どういうことかというとですね、この B と D と E と C っていうのは実は同一円周上にあるんですね。このように、こうなって、同一円周上。同一円周上に実はこの B、D、E、C はあります。まあそれはなぜかというとですね、今言ったようにここ90度でここ90度っていうことはですね、この円の性質で、これ直径だったらこう円周角90度になりますけれども、これ逆にですね、ここが90度でここが90度だった場合は、この4点っていうのは同一円周上にあると言えるんですね。これを円周角の定理の逆って言います。円周角の定理の逆ですね。なので、この4点は同一円周上にありますよということなんですね。で、そうするとですね、何が使えるかというと、円周角の定理を今度使うことができるんですね。円周角の定理とは何かと言ったらですね、この中心角と円周角の関係で、この弧に対する円周角を x とすると、中心角は 2x なんですね。まあ、別にね、こうなっててもいいですよ。この弧から出てくる円周角。ここも x になります。ということなので、今回、弧 d に対する円周角が20度なので、この M が中心になってるんですね。ちょっと言うの忘れてしまいましたけど、M っていうのは BC の中点ですので、ここがね、円の中心になっています。なのでですね、今この弧に対する円周角が20度なので、中心に向かう角、中心角は2倍して、40度と。だから答え40度という具合に出るということになります。ということでね、ぜひですね、直角2つで丸くなる。ね、こういう図がね、出てきたら、もう円を描きましょうということですね。こう円を描いて、そうすると円周角の定理使えるよとですね。こっち側にできる場合もありますね。こうね、向かい合う。向かい合って直角出てくる場合もありますが、これもですね、向かい合う角度は180度になっていれば、この4点同一円周上にあると言えますので、これも円が描けるので、ね、パッと見円の問題じゃないけど、円の性質を使って解く、そういった問題だったということになります。わかったかな？以上で解説終わります。では。